まさかのテイク2。確認したらエンジン音鬼ほどうるさいから全部やり直し。ほんまにもう確認せなあかんな、ちゃんと、まさかのテイク2。確認したらエンジン音鬼ほどうるさいから全部やり直しや。毎回すよこれ、撮影やり直しって必ず起こる。ほんまに。そう、3回目もう毎回すよ。タックルベックエースの時も撮れてなかったし、リールの時も泣きそうでしたよ。あれ300メートル巻き直し3回か4回やってるんですよ。もう腕パンパンになりましたよ、それだけで。ほんまもう、なんでこんなチョンも多いんかなって思ってます、自分で。よっしゃ、新品のように戻さなかな、これ失敗したのに。やっぱり静かやな、あれに来たら。海が呼んでるから来た。ユッピーさんとヒロヒロさんも来てるで。わかるかな、後ろでめっちゃ喋ってるけどな、あの二人今日は雨やのに、多分この3人ぐらいちゃうかな、来てんの。ほんまにこれエンジンうるさいけど聞こえてんかな、こんな感じや。よっしゃ、はい、今日は思いっきり土砂降りやけど某所へ来ているで。ヒロヒロさんとユッピーさんも来てるで。目的はこれ全部言ってあかんやん。まず、ユッピーさんの幻のナブラミノから名前変わったサゴスチューン、超サゴシスパーク見つけたー言うて LINE もうて、欲しいですか言うか、欲しいって言って釣れるか分からんけど頼んだのと、でユッピーさんは某所 E の秘密兵器のこれ、サーフトローリングはこの辺では売ってないから欲しいっていうので、お互い交換っていうことで。そので今日雨やけど、もうユッピーさん近くに来てるって言ってたから、仕掛け作るの教えるっていうのもあったし、ちょうど紹介せななと思ってたんで、今日撮影しに来ました、まずこれサーフトローリング円筒回す、大きいのと小さいのとあるけど、とりあえず僕は円筒したいから、遠くから探りたいからこれ大きい方買った。実際に着水と同時にヒットとかあったから、多分大きい方がロッドが MH クラスならいいと思う。でまずいつもルアーつける部分、僕はクリップ、スイベル付きクリップに変えたんやけど、まあここにいつも普通はジグとかつけるんやけど、ここにこれ、ネズミの頭の方をつける。でここにその自分で使ってるショックリーダー、これを外だ50センチぐらいで切って、でこのいい感じの色でこいつをつけるんやけど、なぜか大桑に打てないの。ようか大桑行け大桑行けって言われて、なんで大桑行かなあかんねんって思ったら、大桑にほんまに打ってたよ。びっくりしたで、大桑やで野菜打ってんの。でどうでもいいけど、これすっげーちっちゃい穴ここに開いてて、ここに通すんやけど、老眼の人には多分きついと思う、自分もきついから。でまずこれ5号のあ6号かリーダーの玉をここに作る、先僕は作る、通してからやと、なんかこうこいつ落としてしまいそうですっげえ心配になるから、
自分は絶対チョンボするって分かってるから、先に絶対にこっちを作る、こんな感じでダマ作って、で予防線張るためにこいつがもしブリとかにかけられて穴の中に 入ってしまってもいいようにライターでこうダマを予防線を、針の穴ほどやからほんまにこれ一つで全然止まるらしいから、はい、こっからが一番の問題、老眼にはきつい作業、針の穴通すような、これ一発で決まれば奇跡やけどな。あかんほら、先通ったのかな、どこにあんの、あ、通った、ここほら、もうこれだけ、これだけで止まる。ほんでここに必ず必要になるのがこのスイベル付きクリップ、これまあこれがなぜ必要かは後で説明します。ここ、こいつにクリップつけて、はい、よいしょ、でここにさっきのこいつつけた反対側の道糸をサルカンに結ぶ、いつもの5回回して 2,3,4,5 5回回して刺すだけっていうやつやって、あんま見えへんわ、暗いな、こっちも黒すわ、見えへん、見え直しや、4,5で、よしよしよし、引っ張るだけ、はい、完成、絶対取れ、はい、これで完成、超簡単、はい、ショックルアーいつもつけるところ、ネズミの頭をつける、で、そうそうそう、ちょっとお菓子作るやな思うのは、このネズミって原理はバーって水面こう走ってきたら、この羽でビシャ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 って波が跳ねて、プチナブラが起こってる疑似ナブラを作って魚を寄せるんやけど、あんなとこにナブラ起こってるやんけって魚に思わせて寄せるためなんやけど、ほんでこいつこいつこいつごっつい回転するの、そのなんかウェイクボードやってるみたいに、こいつがバーって引き波出した間をバッチャ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 海の中入ったり海面出たりして、ほんまにこのナブラが起こった後ろで青物に追っかけられたシラスがうわーってもうその引き波の間を海面出たりして暴れてるのを青物が見つけて、ナブラ怒ってるやんけ、あそこで餌の取り合いしてるって来たら、これがあったらパコって食うっていう原理やんやけど、でこの回転を抑えたんやったら、普通ここにスイベルがないとごっついこれが回転して絡まってここにぐっちゃぐっちゃになって上がってくることが多かって、やけど既製品はここについてるね。おお、びっくりした、猫やんか、あーびっくりした、おーおーびっくりした、びっくりした、え、何匹もおる？え、泣いてんの？この子泣いてる？うん、おーおー、めっちゃ寄ってきた。あ、欲しい？え、欲しい？ほら、ほらほらほら。え、欲しい？シンキングの絵ってか？教えてくれないこれ。今日はシンキングの絵でって。どこまで喋ったか忘れたよ。あ、そうそうそう。ここのとこにスイベルついとっても、こいつ回転せえへんのよな、見とったら。バーって波上げながら来てるから。ここにスイベルつけるよりは、メーカーさんこっちに水平つけた方がよっぽど価値あると思うよ、うん、だからまあはい、簡単、ルアーつけるとこにネズミの頭をつけて、こっちにはい、道とくくってダマとライターで炙って予防線を張ったシラスをつける、これで、えっ、あれ、くそ、いつからって回転してたんやこれ、画面回転してたんやけ、猫見てからかな、また変な教えやで、まあ、あのそうそうそう、いつものクリップのとこから、ネズミつけてこれつけてさ
クリップつけてミチリとつけてダマのこれで終わり、うん、で昨日すんげえ疑問に思ったのが、某所 E は水深が浅いから多分3メートル、なんぼ投げても3メートル4メートルほどやと思うけど、そこでやったらボトムからでも魚を寄せることはできるだろうけど、ここは7メートル8メートルあるからボトムに沈まれたら絶対に無理やろなと思ったところに登場するのがこのシンキング。昨日も持ってたけど車にやって取りに行くめんどくさくて取りに行かんかったら坊主食らったっていう結果やけど、使ってたところで釣れてないと思うけど自分のことやから。これは沈むタイプやからこれを使えば多分ボトムに落として巻き上げてきたら前走を探りながらシラスアピールできるっていう。で別に天秤使ってもいいんやけど、天秤やとずーっと波打ち際まで海の中走ってくるから、あのナブラを起こすっていう原理が働かへんけど、これやとボトムに重く先頭してボトムから巻き上げてきたら手前、自分の手前10メートルぐらいから水中水面に上がってナブラを起こしながら帰ってくるから、ボトムからずっと気になってしゃあないでついてきた青物が運良ければ目の前で、おまだ来た、目の前でボンって来る可能性もあるっていう、うん、でなぜここにクリップ付きにしたか、スイベルを、あボトムに沈まれたっていう時にここワンタッチでこっちにつけるだけでささっとパーツを変えれるっていう、ネズミさえ変えればフローティングからシンキングに変わるっていう、この手際の良さが欲しいのがあってここにスイベル付きのクリップにしたっていうのもある、うん、そんな感じかな。こんな簡単な、ほんまこんな簡単なことで激渋がの日に多少は釣れたし爆釣したっていう。某所 E で自分投げてる時爆釣爆釣入れ食いやったんやけど、周りで投げてるジグとかルアー投げてる人は一本も釣れへんっていうのをほんまに実際に見たから、これは渋い時ほど効くっていうのは感じたね、うん、食ってけえへんけど合うものはいてる、いてる合うもの食わすにどうしたらいいかっていう時にこれがよう効いたっていう話よね、うん、すごかった。だからハイシーズンは自分の好きなルアー何投げても当たると思うからこんな使うんでいいけど、渋い時にどうする、某所 E のシラスのナブラ落ちにどうするっていう時には効果が抜群って会長さんが言ってた。実際に僕らが何本投げてもルアーに反応せへんかった、シラスのナブラ落ちこれでバコバコ釣ったって言ってたから、ほんまにすごいよ。昨日も6本あげた、周り全然釣れてへんかったのにって言ってたで、うん、そまあ、ミャー言うてるわ、その通り言うてるで、ほら猫も、うん、ヒロヒロさんとか声を抑えながら笑ってるけどめっちゃ注目浴びて、あ冷や汗かいてきたで、今日は釣れへん冷や汗じゃなくて緊張の冷や汗やで。こんな感じかな、言うとくことはなかったかな。この前やったっけ、さっき言ったの、おナンバープレート舐めてるやん。まあどうでもいいんやけど、そんなこと。お雨やんだ、ほとんどやめやん、ほとんどやんだね。お前こんなどっしゃぶりの朝の4時からここ来てんの多分この3人ぐらいで、お前車何1台も止まってないで、ほんまに、うん、病んだらいつでも出撃できるようにと準備してたら、ほんまに小雨になってきたから出撃するかもこの後。まあそんな感じかな。取れてるよな、取れてなかったらもうごめんね、回転して横首横にして見て、ごめん、バイバイ、うん、おにおい。最近新しいの開けること多いな、新しいの、こっちがそう、まあ P の食リーターのな、ちゃいちゃい、これこんなかわい、もう指でほらこんなちっちゃいで、こんなに食ってこい。さっきの取れてなかった家やからもう一回説明しようかな、簡単に。はい、いつもリールつける、リールつける、ルアーつける、うん、スイベル付きのクリップ、うん、はい、つける。簡単にやっとこうかね、先は取れてると思うんやけどな、ネズミ。はい、で
ここに絶対回転のスイベルが必要で、ミチーと自分が使ってるショップリーダーでいいと思う。5号でも6号でもで、はい、指でこいつつけるだけ。こいつがね、ぐわーって海で回転するから、ここにスイベルないとこいぐちゃ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 ってラインブレイクしてぐちゃぐちゃになって帰ってくるから、ここにスイベルつけたら激変。それ重要。メーカーの人なんか知らんけど、このネズミこの間走ってきてる時動画見たら分かると思うけど、一切回転せんで水しぶき上げてナブラ起こしてんやけど、ここに水分ついてんよね、こう回るように。この回れへんのにここにつけてほしいね、メーカーさん。ほんま、うん、わっ、おお危ない、自分釣った。ほらそれだね、今日の釣果、自分釣った。いきなりヒット。はあ、何やってんのよ。撮影してる時もめっちゃ笑ってたで、ひろひろさんとゆっぴーさん。今日デビュー。はい、雨やと思ってたら撮影、ナブラミノアの超サゴシスパークとこのネズミ交換と、あ、謎の商品の説明の撮影のためだけに土砂降りの中に来たら、まさかまさか。はい、うん、6月29日5時53分21度涼しい、北北東の風3、うわごっつい涼しい、誰もらへんのね。今日はゆっぴネズミデビュー。おりゃー、フローティングから行くで、雨降って厳しいかもしれんけど、ほらほらほら見る、水しぶきバサバサバサってあげてるの。これがギジナブラ。このギジナブラに魚がナブラ怒ってるって寄ってきたら、後ろにシラスおるやん、ほら見える、ピカピカピカですよ、これシラス。あ、シラスの餌が逃げてる、パクっていう仕組みやん、うん、そういうこと。よいしょ、よく釣れるよ。自分だけ昨日釣れへんかったけど、はい、チャンチャンやけどね。ほらほらプチナブラ昨日も映せたと思うけど、うわ豪快に左行くな。今日はボトムに沈んでた黄色にしよう。ちょっと投げにくいよな、長い垂らしが長なるから。取って寄ってきたら後ろにシラスおるやん、ほら見える、ピカピカピカですよ、これシラス。あ、シラスの餌が逃げてる、パクっていう仕組みやね。シンキングにしようか。なんか渋いトップに青物っけないわ、雨降って。もうそれで失敗したけどな、誰かがヒットしてからでええや言うて、うん、ほらもうここ外したら帰れんやで、シンキングに。これだけで簡単に。クワにはこれしか売ってなかった15号。まあこれでも飛びそうやけど、大クワで釣り具が売ってる、大クワにしか売ってなかった。不思議な体験やな。大久保やで。氷も買いに帰り、そうそうそう、帰り氷もなくて大久保で氷も買ったけど、便利やな。釣り具も氷も飯も何でも買える、大久保。この辺にはないな。フィッシングマックスと食料品売り場が合体したやな、前な。しゃあ行くで、シンキング、うん、シンキング行くで、巻きジグスローより10倍スローやで、落ちんの。めっちゃ待たなあかんやん。やっぱりあれやな、サーフトローリングいうだけあって、遠浅の海に適してるように作られてるんや、フローティングもシンキングも。そう考えるとと思うよ。釣れたら何でもいいけど。
どこで出てくるガボって。結構シリズムだからな。あ、出てきた、ほら出てきた、ネズミちゃん登場。10メ、やっぱり10メートル手前ぐらいで出てきたな。また絡まった。なんで絡まるんや。おもろいおもろい。おお、お前シラスみたいや。ほらピチ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 って見えるから、これピチ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 って、ほらピチピチピチってしてるやん。ほらほらほら、おおシラスみたい。はっ、空食うわ。絡まらんといて。絡まるから釣れへんや。コン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 するぞ。ほら、うん、気持ちいい気持ちいい。コン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 、はいはい、いやいいや、よう引くな、よう引くな。この波に合わせてちゃんとバレる。おお、よう引く、よくよう引くわ。おお、なになに、おお。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。